対戦よろしくお願いします。なかなか独特なパーティーと遭遇してしまいましたが、こちらの戦術はですね、まずスカーフ、シャンデラー、もしくはゲンガーで電撃戦術を仕掛けます。その後、ミミッキを出してトリックルームを行い、ヨノワールで指名という感じなんですが、ミミッキにトリックルームを覚えさせたっけ。爪が甘いんだよな、私の育成は。 OK、 大丈夫です。雨は大丈夫だし、今回は、あ、ちなみに雪目の子は見せポケです。初手ステルスロック持ちを誘い出すためのね。で、お相手のポケモンの S 比較的遅めですね。であれば今回はゲンガーの方が起点作りはしやすいでしょう。ギルガルドの役割はミミッキュミラーをある程度想定しているのですが、お相手の手持ち的に出てくるポケモンの傾向、鬼しずくも先発はちょっと困りますかね。というか初手ゲンガー相当にきつそうだな、お相手。さてどうなるやら。鬼しずくもの力押しが一番されてきつい行為ですね。先発としてエムリットとヤドランは出しづらいはず。ドータクもきついね。ゲンガーが毒技持ってたらニンフィアもきついってなったら、除去法で鬼しずくもになってくる。ただ鬼しずくもに対して私パーティー単位できついという。電気タイプの技切っちまったんだよね。あんまり最近水を見かけない気がするからさ、よろしくお願いします。水がいると言ってもレヒレだからな。レヒレには、お、銅鐸トリックルームかな。だとすればこちらとしては好都合なんですがね。弱点保険の可能性もあるか。シャロボどう出る。こちらはもう開幕からゴリゴリ攻めますよ。シャドウォー、うらっ、なかなか硬いな。保険、向こうはどう来る。トリックルーム、一転して攻めてくるか。ですがこれはむしろこちらにとって好都合。向こうはダイマ切ってくるかな。さすがにもったいなくないか。ゴースト統一相手にここでダイマ切るのか。切るのは勝手ですが、その先私は責任を取らないぜ。ドータ君は確かにタイプ耐性優秀ではありますが、ゴーストに対する打点はそんなに持たないと記憶していますがね。アース、おお、やるやん。しかし電撃戦術を仕掛けると言ったからには当然タスキを所持していますので、少しちょっかいかけさせてもらいましょうか。おらよ、ではちょっと面白いもの出しましょうか。ミミッキュゴー、川があります、大丈夫です。こんにちは、最高。さあこれで先制技が打てなくなったか。一応ありますよね先制技。さてさて、ではパキッとね。くっつき針は接触技じゃないと確か映らなかったっけ。チェックも兼ねてね。くせえ、なんぞやと思ったことでしょうね。ふわっはっはっは、困惑しているね。私としてはその銅太くんの耐久削りたかっただけなんだ。ヨノワールとな銅太くんでどっちが遅かったかなって思って、銅太くんの方が遅い可能性あるなと思って、まあこれで大魔は終了ですと。よし、さっさ参りましょう。ヨノワール、これでお前は無防備だよ。体力的にどうだろう。瓦割りではきついかな。いや信じろよ自分のポケモンを。瓦割り参ります。
チョップ、うら、硬すぎワロリンヌ、ほう、元に戻した、余計なことしやがったなこやつ。ミミッキュ、こいつ物理技は接触技しか持たねえ。最後にミミッキュ残しちまったらあれですからね。さすがドータくんだ、補正なしでは倒せんか。ジャイロボール、いいぜ、受け止めてやるよ。このミミッキュ硬すぎ対策として一応くっつき針持ってるんですが、映るか、映ったさてさて、では残り2体お相手してやろう。トリックルームがないのが残念だがね。ですがダイマは残っていますから、お相手の手持ち的にヨノワールきついと思うよ。ニンフィア、毒技があればな。何持ってんの、直帰か、運が悪かったな。残念ながらこちらの方がいい火力が出そうだ。フォロー2発でいいでしょう。ナックルから入ってもいいんですがね、ニンフィアが仏棒特化だったらちょっとよろしくないか。直帰だから積み技も補助技もないっていうのは幸いですね。で、なんでミミキュがくっつき針持ってるのかなんですけど、電撃戦術を仕掛けたゲンガーシャンデラの後に出てってトリックルームをする、これがミミキュの役割なんですけど、相手が道具なくなってる可能性が結構高いと思いましてね、くっつき針押し付けられるかなという希望のもとあの装備を持っています。なのでお祈り感覚ではあるがね。で、あと自爆退治をすることも重要なんで、川プラス仏棒特化の耐久調整はちょっと過剰かなと思ったんで、まあ体力調整的にも都合がいいかもしれないという試運転的側面も含まれていますが、一応理由あるということですね。硬いだろう、きついだろう、さああがいてみせよ。大昔のゴースト統一もパート3はヨノワール回でした。その時よりは見どころを提供していくぜ。よし、実際この戦術割とうまくいっているような気はしますね。ゲンガーの電撃戦術で相手を少し撹乱させてから、流れをミミッキュでさらに崩し、とどめのダイマックスヨノワールで詰めていくというわけですが、おお、いい技持ってんね。しかし弱点保険があるわけでもねえんだ、所詮付け焼き場。守るの上からこのダメージはやべえな。エムリットは確かに技に恵まれているのかな、なんかいろいろ覚えそうな印象はありますが、何、ほお、サイコシフト型か。ですがヨノワールっすよポチトラ、その程度の火傷で止めれたら苦労はしねえだろうがよ。なんか遅くない、ん、ん、ちょっと待って、トリックルーム残ってないよな、ダイジェットもしてなんであんなに遅いんだ、火炎玉だろ、なんかあったっけ、優先度が落ちる技、わからねえ何使ったんだ、え、対戦よろしくお願いします。お相手の手持ち的に先発で来る傾向が高いのは、ギャラかな、ギャラか、ギャラとストリンダーでしょうか。悩みますねこれは。ゲンガーで行くか、ゲンガーミミッキュヨノワールで参ります。ギャラが少々苦手でしょうか。というかね、今回なぜ雪目の子を見せポケにしたのかなんですけど、このパーティー見るからにちょっとステルスロック巻きたいと思いませんでしたか皆さんは。それです。まあガルドがちょっと邪魔なんですけどね、その点では。まあでもガルドの耐久もちょっと落ちるという点で、非常にステルスロックを個人的には打ちたくなるメンツにしておきました。なのでお相手にラグラージがいたらかなりの確率で選出してきて、ステルスロック、あくび、クイックターンしようとするんじゃないかなと思いまして、あるいはカバー、なのでカバーとラグラージを誘ってゲンガーでひねりつぶすという予定なんですね。
タスキと身代わりをなぜ両立しているのかというと、そのあくびケアですね。特にカバに関してはエナボではどうにもならんところあるので、ギガドレ覚えたのならそっちでもいいかもしれんかな。タイミング的にあんまり意味はなさそうだが、では参りましょうか。なんならピクシーがやってくる可能性あるんだがな。なのでその辺の技スペの都合、ランドロスも対策しているので毒技は入れられなかったんだよね。一貫するゴーストを切る理由にはならなくてね。まあ実際は全然ステロきつくないので、よし、じゃあ頑張りましょうか。シャドボ巻いてきそうですね、これは。む、これスカーフだな。どうやら電撃戦術を仕掛けられたのはこちらということか。封じさせてもらうね。参るぜ。ここ風いっとくか。引っ込めたね。恐ろしいやつだ。サンダー。あんたに刺さるだろうが、凍える風はよ。負けん気だから超絶、うさんくさくはあるがね。さあ、これで S が低下しましたね。負けん気で能力値が上がってしまいました。さすがに2段階は上げたくねえな。では、シャドボ。継続していきますと。大魔切ってきた。マスボ。即捕まえたみたいですね。にしても、ゴースト統一にサンダー出してくるとは。ジェットか。確かにここでジェットで倒しちまえば、S は元に戻せますからね。しかし、お相手、運が悪い。私の今回のパーティーは、残念ながらそっちがメインではござらん。ほらよ、買って。魔剣気発動すんなよ。さあ、ゲンガー君。お相手2体、確定させて、大魔切らせて、これはとても活躍したと言えるね。ではでは、ミミッキュ、参ります。魔剣気アタッカーゆえ、鬼火じゃないと火力は落ちないか。ターン数的にも考えていきたいよね。残り2ターン。1ターンは確実に耐えられる。であれば、トリックルーム。スティル。物理の耐久を上げるのはちょっと困るな。そりゃ困るな。化けのキャワー。バキッとね。これどうするか。この次、また、スチル打つよね。さすがにヨノワールにそこまでの負担はかけたくないんだが。鬼火入れて差し上げた方がいいかな。ゴーストに対して打点があるわけではないからね。ただ、もともと倍になってるから鬼火をしたら耐えられないか。鬼火して退場するか呪いして退場するかの二択になってるな。鬼火外すと負け確になってしまうから、ここは呪っときましょうか。ほらよっと。呪っちゃうよ。おお、ジェット打つかよ。トリックルームしたのに。むしろトリックルームのターン稼ぎのために打った可能性もあるか。いや、それはないでしょう。二段階上がってるしね。呪いが痛かろうて。では参ります。ヨーヌワール、お見通しさ。直帰か。道理で勝てえわけだな。まあそんな気はしてましたが、ゲンガーのダメージがあまりにも取ってなかったからな。さて、どうせ一撃で落ちねえ気がすんだよな。第ロックの抜群は260か。攻撃補正入ってないからね。ナックルから入った方がいいかな。ナックルからいきます。お相手の手持ちは全て割れている。なのでここからですよ。ピクシーとかいうスカーフもヨノワに対しては大した盾なるか。なるわあいつ。困ったな。
てえんだよな、あいつの攻撃も割と。ナックルー、まずは一撃、そこそこ入りますね。たかだか45でこの威力か。いい技持ってんなお前。うらうらうら、まあこの火力万が一フォローで落としきれなかったら面倒でしたね。ではフォロー、ここで退場していただきましょう。ほらよっと。では次の方どうぞ。このヨノワールの耐久に打ち勝てるポケモンはいるかな。ここでピクシー出してくれたらすげえ楽だけど。おお、捨てだな。最後のポケモンに自信があるのか。受けて立とうじゃねえの。おろう、耐えれるわけがあるまい。ってことは最後物理で頼れるやつがいるのか。誰だ、最後次第ですね。特殊だったら勝てると思う。世のはなめんなよ。お、際どいでもこいつ助け持ってそうなんだよな。助け持ってそうだから無理そうだな。どうでしょう、持ってなかったら勝てるんだが、そういう対面になりました。もう向こうも殴るしかないっしょ。特に場に試合を長引かせる効果はねえし。オーバードライブ、オーバードライブ、波紋失踪、耐えるんですわ。あばよ、お前の命の玉があんたに襲いかかるぜ。これが世のワールです皆さん、ご注意を。対戦ありがとうございました。もう完全に思惑通りっすよねこれ。素晴らしいぐらいハマってるぜ。今までかつてないぐらい一瞬で録画終わったわこれいや時間的にも今日これ2連戦で今18分なんすよ。だから久しぶりにポケモン紹介しよっか。はい、というわけでポケモン紹介コーナー、イエーイ。ヨノワールくんですね。なんだかんだ私使用率が高いポケモン不思議のダンジョン空の探検隊を遊んだ方ならなんとなくヨノワール使いたくなるところあると思うんじゃがね。結構ね、技の範囲自体は広いのですよ。うん、ただ威力が足りない、そこをダイマックスで補っていく感じですね。はい、元のステータスもそんなに悪くはないので突撃直機を持ってしまえば意外とさっきみたいに耐えて戦うことができます。この構成だとダイロック、ダイアイスのなんかチクチクダメージが少々怖かったですね。うん、途中で打っていたら耐えきれなかった感じもありますし、その辺は環境を見て。なので今回ゲンガーが凍える風を覚えていましたね。はい、なのでかなりランドロスに対して強い意識を持っていたんですが、はい、でエナボエナボってね、ラグとカバに対するこうなんというか殺意と言いますかね。はい、でミミッキュ、いわゆるサポーターとして選出させていただきました。今までいろいろな方のミミッキュと戦ってきたんですけど、大抵 2,3 匹目で出てくるミミッキュってそこから剣の舞を積むという印象がものすごく私の中に強く残ってました。なのであえて先発からトリックルームするのではなくて、このシャンデラ・ゲンガーと、こっちはスカーフ、こっちはタスキと、私だけは知っているこの対マンの殴り合いにおいてはめちゃくちゃ強えと。で一体に致命傷とかを負わせて、で向こうもタスキだったらね、くっつき針刺さってくれたら勝手に落ちるし儲けもんなんだねなぁと思いつつも、一応最地個体なんですが、はい、まあドータ君倒してくれたので役に立たなかったわけではないですな。はい、見ての通りの攻撃技切っとる方なんで、実は挑発にものすごく弱いんですが、そういう意味ではメンタルハーブでもいいかもしれないね。はい、でやっぱりこの皮がある分マルチな使い方に期待できてよかったなぁと思います。強いポケモンは何やっても強いってやつですね。逆に
何やっても強えし、やれる幅が広いから強ポケでいられる。そういうのもいますし、ミミッキーはどっちかというとそっち方面をね、器用だから強いみたいな。はい。まあ技コースで狭くてもお前は割と強そうだが、ステータス的には受けられるからな。多分この器用さあっての強さなんでしょうね。とまあそんな感じで最終的にヨノワールのダイマックスで締めるというわけなんですが、やっぱ強かったね。結構ポルターガイストの存在が大きい。これがシャドーパンチだったら最後負けてたんで、今回のケンタデで超強化されたポケモンなんじゃねえかなと思います。二動画にわたっての活躍ですかね。私も嬉しいぜ。というわけで、今回は意味のある後語りだったと思いたいんじゃが、そう、パート3はね、ボックスをチラチラ見ながらよくわかんねえこと喋ってたんですよね、昔の動画。このヨノワールがね、何々を対策して、で、あ、そういえばこっちもこれを見てて、みたいな、とっちらかった喋り方してたんですが、前よりはわかりやすくなったと願いたいね。ちなみに努力値は曲振りです。はい。私はその辺めんどくさいの嫌いなんでね。ま、そんな感じですかね。では、今回のゴースト統一は以上で終わります。ありがとうございました。